合に限らずまして両チームスターティングラインナップの発表です。まずはじめに西川手軽な仙台のスターティングラインナップです。1番ゴールキーパー6単位雄二、25番ディフェンダー菅井直樹、29番ディフェンダー上本大会、2番ディフェンダー鎌田二郎、5番ディフェンダー石川直樹、4番ディフェンダー八塚浩二、10番ミッドフィルダーヤン・ヨン、6番ミッドフィルダーキム・ミンテ、17番ミッドフィルダー富田慎吾、8番ミッドフィルダー野澤、11番フォワード花園秀太、続いてリザーブの選手です。21番ゴールキーパー関健太郎、23番ディフェンダー北見博、33番ディフェンダー多々良篤人、14番ミッドフィルダー金久保純、27番ミッドフィルダー武井拓也、7番フォワード奥野博明、20番フォワード波紋のベス、監督渡辺進、以上が西田メガネ仙台のスターティングラインナップです。